はい。では、配布検定やっていきます。今回の方は、あ、これ違うか。まず、現在の時刻が偶数秒であれば、音楽つけます。16時46分、28秒。今回のことはフリールールで、ということで、フリーというかトップ取りか。まあね、トップ取りとかフリーとか、まあ初心者の人は分かりづらいかもしれないですけど、まあ、テンホウとジャン玉だけは、ラスカイヒルール。で、それ以外の麻雀はほとんど全てトップ取りルールって思ったらいいかな。M リーグでもね。もう普通に友達と打つ場合とか、フリーとかね。なので、基本的には、テンホウガチ勢とか、じゃなければ、そっち、あんまりラスカイ意識しない方がね、いいかなって感じがします。あんまりラスカイ意識しちゃうと、やっぱちょっと普通の麻雀と離れてしまうので、本当のこと言うと、そのラスだけ回避するって、要はラスをめちゃくちゃ怯える麻雀っていうのは、あんまりしない方がいい。もうテンホウとかジャン玉で、もうなんか上を目指す。とにかくもう、それに徹する場合はもう仕方ないんだけど、そうじゃない場合にそれやっちゃうと、ラスを怖がる麻雀が癖ついちゃって、で、そもそもラスってあんま怖がらなくていいので、特に、友達とやるとかね、まあ、お金かけて何か打つような場所、フリージャンソーとか。要は、ラスから3着が基本的に一番変わらないって思ったらいいかな。3着から4着落ちても一番痛くない。まあ、1着から2着に落ちても痛いんだけど。違う違う、痛くないって言ってるからいいのか。そう、3着から4着に落ちても、どの着順よりも痛くない。もうどっちでもいいって感じ。もう極論ね。もう多分麻雀打ちの人は、そういう感じ。終始戦の人は。3着から4着落ちても何ら問題ない。もう似たようなもんだから、成績が。1着から2着に落ちる。2着から3着に落ちるっていうのは結構差がある。3着から4着に落ちるのは全然差がない。もう馬がもう全然少なかったら、もうスコアで言ったらもう5とかしか変わらないから、もう同じって感じ。もう本当にそんな感じなんで。だから過度にラス回避やってると、他のルールで、その3着から4着が変わらないってルールやった時に大きくマイナスになっちゃうんで、だからまあ昔言われたけど、テンホウ民が、ね、テンホウ8段とか9段とかなのに、フリーで全然勝てないとかね。それはもうラスに怯えすぎて、そもそもルールが違う、フィールドが違うっていうのはよくありましたけど。なので、テンホウとかジャン玉しかしないって人は、ラスカイヒマージャンでいいんだけど、それ以外のマージャンもする可能性がある人。で、今回の人だったら、一応メッセージが、大学2年から始めて、今社会人なのかな？違うかな？どうなんだろう？そうかな？勤務って書いてあるもんね。だから、会社で勤めてて、例えば会社の人と麻雀打つとかだと、基本的にラスカイヒマージャンないから、だから、トップ取り麻雀でいいと思います。ただ私もね、最近、M リーグやり始めたから、検討をね。
天宝とかジャンタマばっかりやってるときはもうラスカヒラスカヒって頭だけど、M リーグはラスカヒマーちゃんじゃないのでね、もう何回も言うけど、天宝とジャンタマだけと覚えておきましょう。天宝とジャンタマ以外のマージャンは全てトップ取りって覚えておいて問題ないと思います。はい。で、早速見ていこう。はい、成績こちら。ハンチャンだけ打ってるね。1855、結構打ってんな。トップ率 30.73。で、ラス率が 22.1。うん、でもいいっすね、全然ね。うん。ただ、上がり率 25.77。でも、これもいいな。報酬率が若干高いって感じかな。風呂率は 45.78。うん、これもいいな。上がり率が26。25.5 と 13.5 か。25.5 と 13.5。ちょっと待って。俺は何？俺は27と12か。うん、じゃあまあ、もうちょい、まあ上がり率を 25.5 から27にしろっていうのはちょっと無理があるから、まあ報酬率をもうちょっと抑えれる。俺より風呂率が、ちょうど 7% 低いので、まあ風呂率がちょい抑えれるかもしれんけど、まあまあまあ、でも普通に悪くないんだよね、成績ね。もう見ていきましょう。はい。で、麻雀歴が8年。大学2年の冬から。はいはい。で、成績は今の通り。うん、いいですね。はい。じゃあ、トップ取り麻雀見ていきましょう。はい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 。ちょっと画面調整して。こうか。はい、じゃあやっていきましょう。サイズをここに入れることもできるのか？ここに入れたら変か、さすがに。目いっぱいいてもいいのか。目いっぱいいても結局俺の顔なくなっちゃうから、こうか。なんか新しい方法ないか。動画どうすか？パソコンの人はまあこれでもいいか。スマホの人だとこれぐらい大きい方が見やすいか。で、俺の顔右、まあいいか。変えると変えたでちょっと違和感あるしな。はい。もし、配布検討見てる人で、俺と DM とか LINE 繋がってる人いたら教えて。ちょっと画面ちっちゃくて見づらいとかあったら。ちょっとね、動画のコメントはもう一律、僕見てないので、はい、もしそういうの、要望あったら教えてください。てかもう LINE 繋がってるやつ、この動画見たやつ、別に問題なかったとしても、ちょっと LINE して。問題ないですでもいいから。一応方法としては今考えたのは、これガツッとでかくして、右上に俺の顔持ってく？だったら、違和感ないような。まあ、今日それでやってみるか。でも移動するとめんどくさいな。M リーグの検討の時に、とか配信時もこれ、移動させなきゃいけないもんな。まあ、いいや、一応こうして、俺の顔を、これをこの上に、こうやって、ここら辺にね、ここら辺にやるパターンと、まあちょっと画面ちっちゃいけど、これと、どれぐらいちょっと変わるかなって感じで。はい、まあいきますか。はい、じゃあ、とにかく、親でドラが3品。うん、ハイパーいいっすね。普通に行きましょう。まあ、トップ取りマージャンとラスカイヒマージャンというか、そもそもルールによって、基本的にトンバは変わらないです。どのルールでもね。どのルールでももうトンバ、トンバっていうかもう何1ぐらいまでは、
曲収支で打てばいいだけなんで、曲収支っていうのはもう1曲あたりの期待値みたいな。なんで、まあ、最後の点数調整というか、その、最後、何番に入った時に何人ぐらいからトップ狙ってガツガツ守備を考えずに攻めるのか、その、競ってる時にね。逆に、競ってる時に、自分が2着の時とかは、リスクを犯してトップ狙わずにラスを回避するのかっていう、そこで変わってくるだけで、まあ基本的にはまあ、何位置ぐらいまでは、ただただ曲収支で打つだけですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、とにかく、はい、普通に行きましょう。はい、まあこれは結構面前見えてるんで、イーソー吐くは、吐くって言おうとしたんだけど、そもそもイーソーは2層3層引いても使えないので、どっちでもいいです。はい。はい、イーソーから、うん。で、まあ、あとあれか。まあ、一応これ3ピン泣けるのか。3ピン出たら、ドラの3ピン出たら2-4で泣いて、E ピン切って、ハク切って、タイヤドライチ行くかな。3ピン出るってことは、ペン3ピンの受けが1枚なくなっちゃうわけだから、さらにペン3ピン受け、悪くなっちゃうんで、もう3ピン出たら、早い順目でも2-4で泣いて、食いたんで2000点マックスで行くかな。はい、そんな感じですかね。他は泣く牌は特にないしね、チーピンチーとか、上がりトップだったらチーピン、スッチーピンチーもして、E ピン来てとかもね、いいかもしれないけど、リャンマンポンとかね。まあ特別それは、今はしないので、はい、行きましょう。赤引いた。ああ、こうなると、まあ一応スッチーピンとかチーしてもザンクになるから、泣いてもいいですね。俺泣きますね。ザンク見えるってもうかなり勝負手、あ、5% だ。親だから 5% だから、もうかなり勝負手なんで、基本的にザンクとか 5% あれば、リーチに全通しても全くね、問題ないので、もう、もちろん、リーチ来た時に、イーシャンテンでもなければね、嫌なんだけどね。これからまあ、ハク切って、スッチーピンチーして、イーピン切って、そこでリーチ入ったら、それはさすがに嫌なんだけど、ただまあ、そうだとしても、もう仕方ないかなっていう感じの打点かな。1000点、2000点だとさすがにね、まあ、リーチに対して、全通するにはちょっと自分の点数弱いなってなるんだけど、まあ、とにかくザンクぐらいあれば、今回だったら親だし 5% あるから、別に換算ピン残ったってそれはいいので、もうリーチ来るってことはその人は3ピン切るからね。積もったらね。待ちじゃなければね。うん、大半は待ちじゃないんで。はい。まあ、そんな感じで、赤引いた瞬間に、スッチーピンすら泣いてもいいかなっていう意識で打っていきます。3ピンはもう絶対泣く。はい、E マンいらん。ビャンピン引いたか。うん、ペン3ピン受けねえ。ビャンピン1枚いける。いや、まあ、嘘が普通ですね。はい。まあ、4統一だからチートイツって言って、まあ、ちょっと瞬癖なんでかなり。はい、嘘切ってここは単ヤオで2面固定。ね、チーソー切っちゃうと、あ、チーマン切っちゃうとね、6球マンは単ヤオじゃないんで。まあ、嘘切りで。うん、いいっすね。うん。まあ、あとは普通に行くだけなんで。まあ、一応2列目入ったからちょっと守備的にいいと思うんだけど、まあ、3ピンドラだから E ピン切るとかもないし、ローマン出たか。今2、4、6、8、9巡目か。まあ、チーして、チーマンでいいかな？面前ちょい重い。まあ、ただまあ、7、7、8でいい形なんで、はい、鉄泣きとかは、そこまでではないですが。ただ、風呂率 45% だっけ？泣くんちゃう？うん。しっかりしてんな。ちょっと泣きづらいとこではありますよね。778だからね。これが78だったらもう絶対泣くけど。778なんでね。うん。ただまあしっかり泣いていくと。いいっすね。ローピン引いた。まあ E ピン先に切るか切らないか。まあどっちでもいいっすね。ローピン完全に全員の無筋なんで。まあ俺のおすすめはローピンつもぎりかな。そんな目いっぱいいてもな。うん。まあ一応、ポン材、泣き手だとポン材強いから、まあ、リャンピン、リャンマンってリャンピン1枚表示牌になっちゃってるけど、やっぱり、まあ、弱いポン材ではないので、ローピンに、ウーピンとかチーピンひっついて、リャン面できて、まあ、これでイーピン切って、ね、ウーピン、チーピン引いたら、確かにそれは嬉しいんだけど、ただその、めちゃくちゃ嬉しいかって言われると、うん。やっぱ泣き手なので、そんなね、やっぱリャンピンリャンマンのポンはできなくなっちゃうからね。ウーピンチーピン引いて、統一落としいっちゃうとね。だからもうローピンでいいですよ。
はい。じゃあ彼何着るんでしょうか、ローピー。うん、やっぱしっかりしてんな。うまいんじゃないか、この人。マジでめちゃくちゃ。3ピン引いた。これはちょいムズだな。ごっぱになる。上茶から3ピン。まだ上茶に対して別にリャンピンがめっちゃ打ちづらいとかじゃないんで、これはね、リャン面一応作れるんで、もちろんローピン切ったけどね、振り手になっちゃうわけじゃないんで、C で、他の人も仕掛けたりしてると、もうこのリャンピンが当たる可能性が結構出てきちゃってると泣かないけど、まあ今は別に、まあ稀に上茶に当たるかなぐらいな感じ。うん。それぐらいなので、まあもうチーしてリャンピンにしときましょう。というと、あ、ポンされたんか。チーしなかったって思ったけど、あ、下茶にポンされた。はいはい。で、まあそうなるとまあ、下茶には振りたくないよね。うん。で、リャンソンポンされた。下茶が3万リャンマンの両面落としてきた。あ、なんか何もせずに終わったな。はい、特別ツモが回ってこずに終わったんで、はい。なんだこのキャラ。ぬいぐるみを持ってるキャラですね。はい。では、とにかくペイチャドラがパースを。これは何、8種ぐらい ?1、2、3、4、5、6、7、8種か。ただ、薬配とうちね。まあ、まあ、9種になったら流します。と思ったらペイポン。そうですね。九州になる可能性を自分で確率考えて、俺もあんま考えたことなかったけど、何種あんだこれ。九州になる。まあ、とっさに考えたことあんまなかったんで考えてみよう。配布検討だから。8種の時に厄介が自分統一で、九州になったら嬉しい。さすがにこれ泣いてもね。さすがに嬉しくないよね。厄介泣けたっていう言ってもね。流したいんで、九州になる確率どれぐらい自分が8種ってことは、残り何万の ?E 万、9万、9ピン、シャア、ハツ。5種類あるんだ。5種類引いたら流せる。で、5種類を34分の5だから7回に1回なんだ。8種から9種になるのは7回に1回か。7回に1回は9種で流せる。で、これは自分の手があまりにきついか。泣いてもな。うん、まあ冷静に見ると泣かないで。はい。ちょっと多発もあんまりないでボロボロなんで。うん。7回に1回は流す。で、そうじゃなくてもやっぱ守備力あるんで、泣かなければね。うん。まあ一応、なんか今、冷静に考えてみたら泣かないで。なので、8種の時に、薬杯が出ても、あまりにボロボロは泣かないで吸収狙いがいいかな。ペーポンしてね。なんかもう本一とか決め打つとかでもいいけどね。うん。高い手だけ決め打っても守備力あるんで。うん、まあ、それは点数状況によるということで。もちろん自分がダンラスとかだったら国士行ってもいいしさ。うん。はい。まあ、じゃ行きましょう。ペーポンしたらね、普通に組み立ててもしゃあないんで、もうイーソー9層で。ああ、でもパーソドラか。うん、まあ、でもまあ、どっちかの本一寄せる感じの方がいいかな。こいつら切ってもね、ちょっときつすぎるかな。はい。まあ、とりあえずイーソー切る。うん、ああ、でもうまいな。ちゃんと切る範囲かな。ローソー。まあ、急走かローソー切る。うん。まあ、パーソーがドラなんで別にローソー切ってもね、ドラ使い逃しはないんで。うん、なんかさなる。まあ、パーソードラだけでも、ここでもう、本一決めて、ドラ受け見切る、ローソーにするかな。どうしよう。ただ、ジャントーできたんだ。普通にまっすぐ行っても、まあ、上がれるわな。カンチャン、ペンチャンでね、ローソーでやんめんできたりしたら、泣き手だしな。まあ、結構俺の中では、メンツのレベルが結構高くて、しかもトンプーとかみたいにガツガツ仕掛けてくるメンツだったら、もう高い手だけ決め打つローソーにする。ただ、ジャンタマの平均的なメンツだったら上がりに行っちゃうかもな。上がりに行っちゃうかもしれない、普通に。トーン、ハク切って。はい、どうするでしょうか。まあでもこの方は多分トーン、ハク切るな。切るわ。トーン、ハク切る。あ、切らんのか。切らんのか。うん、うん、うん。まあいいよ。いい。全然いい。うん。そうだね。基本的には俺もハイパイの時から、手配悪すぎるんで、本一決め打つって言ってたしね。うん。うまいな、でも。で、何本して、うんね。枚数の多いピンズに行く。まあ、ピンズ行くんだったら、まあ、ど真ん中から切るけど、俺は。赤受けかな。まあいいや。な、チーマンとウーマンとかあんま変わんないし。9万引いた。うん、ウーマン引っ張るな。まあ、さすがに9万引いたら俺ウーマン切るわ。うん。で、ウーマン切って、ローマン引いて、
うん、できてきたね。まあ、もう任せます。自敗とかの切り順は、まあ、ミスるとも思わないし、もしミスってたとしても、それは多分ミスだと思うから、うん、もう普通に打てすぎるんで。ちょっとそこら辺は省略していくわ。うん。このパンパンに上がりたい手配で、上がりたい手配でね、もしなんか2枚切れの自敗とか切ってた場合も、あ、1枚切れか。2枚切れの自敗があるにもかかわらず1枚の自敗、切れの自敗切ってたとしても、多分もうそれは完全にミスだと思うから、この風呂率も、上がり率も高い方だからね。だからちょっとそういうのはもういいわ。俺も適当にもうそこら辺は信頼してみてくね。うん、このトン切りとかの時ね。このトン切るとかの時に、別にわざわざもうあんまり、細かく、これは何枚切れ何枚切れってもう確認せず見てくね。はい。今回はね。それ以外のところに時間割こうかなと思います。はい。で、9ピンチして、まあ、ヤクチャンタドライチ、あ、違う、ヤクチャンタ本一。はい。漫画インシャンテになった。で、下茶がダブのポンか。あ、テンパったか。テンパったらいいでしょう。え、一応、親の現物狙いで、チューン打つのか。まあ、親の現物がションパイか。うん。これ難しいな。下茶が赤ウーソーパーソー切ってるもんね。下茶も、しかもイーソーイーソー切ってる。下茶のピン、下茶もピンズの本質のことあんのか。だとしたら、チューン切った瞬間に、これがな、ポンされたり、補充したりしたら最悪か。うん、まあ、基本的には、1枚切れの自敗を狙うんだけど、チューン切って何もなければ、馬強がね。まあ、馬強込みだと難しいわ。うん。下茶が本一って呼んでんだとしたらな、チューンポンされたら結構嫌だしな。で、下茶にチューンポンされて本一だったら、なおさらトイメンとか亀茶吐く打たないし。まあ、こういうのは、まあ、どっちでもいいわ。うん。それぞれ読みに任せます。はい。まあ、一応下茶の手合い見てみる。うん。あ、本一では全然ない。普通に早い手か。はい。まあ、イーソーがちょっと引っかかったな。こんないい統一、泣き手で落とすんだなと思ったけど、ただ単にめちゃくちゃ早い手でしたね。はい。一応見てみると、下茶さんは、ここで完全インシャンテンか。で、急走入ってパーソーだったんだ。イーソーのね、泣き手においてイーソー統一落として、その後にウーソーパーソーだからね。なんか、本質とかも出てくる可能性あるなと思ったけど。うん。全然いいと思います。はい。普通の手順でした。で、ここでテンパイか。うん。まあ、これは今言った理由につき任せます。はい。まあ、チュン切る人が多いんだろうなと思うけどね。ただ自分が手配ね、こんな枚数だから、そもそも出るんかって話あるからね。うん。一枚切れだからつってそんな簡単にね。はい。そんな感じでした。どっち切るでしょうか。まあ、チュン切るんじゃない？あ、白切るんだ。あ、俺めっちゃ好きっすね、これ。うん。期待値の本とか、例えば科学する麻雀とかで、ね、一枚切れの自敗狙ってって言うんだけど、それはそもそも馬強が関係なしなんで、馬強込みだとね、うん。あ、別にそもそも一枚切れであろうが、ションパイであろうが、ビサなんで、ビサのものは結構自分で臨機応変にやっていきたい。で、俺も結構、もうこのチュンが、全員が面前とかだと、チュン来てるけど、まあ泣きの人がいて、しかもなんか早そうだし、これ。イーソー、赤ウソーパーソンの時点で、うん、素晴らしいと思います。うん。まあでも別に、本当に白が正解とか言うわけじゃないです。まあ強者でも、俺の感覚だと、7割ぐらいがチュン切る感覚あるかな。うん。ただもちろんこれもメンツによって変わる。弱ければ弱いほど、チュン切った方がいい。ただガチ勢であればあるほど、周りがね、そもそもチュン切ったところで1枚切れの自敗を狙えるんかって話あるから、この手配4枚でね。うん。この人にチュンで振ったらさ、吐くか。うん。結構漫画の可能性だってあるし。こうやって4422か。短期だとしても52だもんね。ペイ本一だとしてもね。うん。ってことはやっぱ周りからしても上手い人だと別にそんなチュンも吐くも出上がり変わるのって話だから。もうリーチのさ、チートイの短期待ちでリーチするときに、ションパイ取るか、一枚切れ取るかみたいな、それとは大きく違うので、もう手配4枚だからね。うん。だからめちゃくちゃ好きっすね、この白切り。はい。行きましょう。積もられる。はい。親が上がって、ペイチャドラウソ。はい。ちょっとね、時間が経つとラスカイヒマージャンじゃなくてトップ取りってことを忘れそうに なってましたけど。はい。これいいね。もうドラさんか。はい。まっすぐ行くだけ、シャー切って。え、いいね。マジでこの人、なんもないんちゃうか。うん。切った。まあ、いそうでもいいし。うん。これで形決まったね。もう、イーソーパーマン、
いいマン全部切っていく。ちゃっちゃと、ね。まあ、孤立も、これもね、孤立の7だと、結構持ってもいいんですけど、まあ、ひっついたら使うみたいな。8なんで、俺これパンマ切ります。うん、これもまたメンツが、トンプー戦みたいに結構みんな仕掛けてくるメンツだと、要は食いたんでみんながガツガツ仕掛けるメンツ、まあ、今だったら俺だったらその高速タクとか、なってくると、もう俺パンマ切ってますわ。一巡でもあと2切るとやっぱり食いたんとかで、チーでもポンでもされる可能性結構あるんで、もう形が両面ターツで決まっちゃったら、で、まあ、例えば、急走が3枚切れとかだったらわかんないけど、そういうわけでもないので、もう完全にもう、両面両面両面できた瞬間に、切りたくない派から切っていく。まあ、チーピーまで切っちゃうかって言われたら、それはちょっと、場面によるけど、まあ、基本は切らないけど、まあ、ほんとそんなイメージね。うん。もう、とにかくチュンチャンパイの方から。今回だったら8だし、しかもこれ。もうパーマンから切る。パーマンから来た。うん、いいと思います。はい。はい、じゃあ行きましょう。パーマンポンされた。うん。スーピーヒッター。うん、これチーピーいらんな。うん。で、うまいな。最近の中で一番うまいかもな。これね、差し子あるね。3層チーしていいマン切ろう。うん。そうだね、スーピー切らないね。ちゃんとね。差し子見てね。いや、これうまいな。なんもないんちゃうか、もう。うん。もうなんもない、これ。うん。何もなしで終わるわ。トイメン急装置入った。薬杯残ってるならな、これ。な、トン、ナン、あ、トン、トン、ナン、ハク、ハツ、チュン、全部消えてる。ん ?7、8、9の3色だとしてパーマンからポンいかないよな。一通?いや、一通でもな、パーマンから行くんか、これ。しかも両面残ってるしね。ペンチ層の地とかだってあるけどね。カンパス層とか。6球装置で一通ですって言われてもね、例えば1、3、4、5、6、7、8とかなんかそういう形になっちゃうんで、これで一通でね、例えば管理暗装天敗ですって言われると残った形が1、3、4、5、あ、じゃ残ったんじゃないわ、泣く前の形が1、3、4、5、6、7、8パーマンパーマンとか、そんなとこからパーマン泣かないしとかね、ちょっと一通も若干否定されてる。なんだこれ、薬杯あんこ?それもなんもないもんな。まあそんなこと思いながら、まあ一応ちょっと見ちゃうかもね。一応答え合わせしちゃおう。え、あ、薬杯あんこだった。やっぱそんな感じ見えますよね。まあ単純になんかもう一枚切れてるからね。どうなんかなと思ったけど。薬杯あんこでしたね。まあそんなこと思いながら、まあやっぱ一通とかその三色とか読むときは今みたいにそのどんな形から泣いたんかなっていう、のを考えながらね。いきなり急走から C とかだとやっぱりまあ普通に三色とか一通とか普通にあるけど、今のちょっとね、なんか普通にこれが三色とか一通出てきたらなんか泣く前の形がちょっと違和感あるんで、まあ、かといって、薬杯あんこって読めたとこで、じゃあ何止めんのって話ですけど、だからといって、怖いのかどうかって話だしね。結局、たまたま手配開けたらね、ドラドラで、まあ、残酷あるけど、別に1000点かもしれないんで、M リーグとかの相手だと、1000点で仕掛けるかなとかもあるけどね。まあ行きましょう。そんな感じのことを思いながら読んでいって、はい。で、これはまあ、トン切って。あとはまあ、ペーデルとか、差し子泣くとかね。まあ別に何も降りる範囲ないんで。トイメンがウソをドラつもぎった。トイメン短期転敗取らず、両面続行している。イピンをしていくか。そうだね、自分が差し子フォローついちゃってるからちょっと難しいな。ペイバックだけだったらね、別にベタ折りでとか言う可能性あるけど、ただまあベタ折りっつってもそもそもペイも通ってないし、まあ3万とか通りそうだけど、まあいいか。まああとは苦しいけどウーピンウーピンか。なんとなく折り切れそうだが、全てが宝珠抽選受けちゃうんで、いいピン切りいいと思います。
うん、テンパった。刺し子かどっち取るかなーって言うんだけど、数ピンが無筋なんで、ウーピン切りますね。え、単純に上がり枚数も3ピンが4枚で、ペイが2枚なんで、枚数も多いんで。まあ、ローピン引いたら最悪だけど、もうそれはしゃあないよ。はい、ウーピン切る。あ、数ピンなんだ。これは俺と明確に違うな。そもそも打ち出す数ピンが、まあ、ワンチャンスではあるのか。ワンチャンスではあるけど、無筋。で、ウーピンは、まあ、筋。まあ、リャンピンが宣言牌なんで、カンウーピンも、ね、まあ、あるんだけど、まあ、やっぱり両面が怖いかなって。まあ、ただ、前の順にイーピン通してるのはちょいでかいか。前の順にイーピン通してないと、もうウーピンしか切らんわっていうのは多分俺。うん。一数ピンもスチーピンも当たるから。ただ、前の順にイーピン通してるから、まあ、確かにワンチャンスで数ピンもありだな。うん。まあ、ペイ狙いに行く。うん。そうだね。別に全然おかしくない。まあ、これはもう、まあ、趣味の違いだわ。うん。まあ、俺はまあ、リーチとか入ってると純粋枚数で取りに行くんだけど、まあ、やっぱり自敗待ち強いから、神ちゃんに対して3ピンがね、別に安牌でもないしね。他から出るわけでもないから。うん。全然いいと思う。ね、数ピン切った。刺さるんかい。お前に刺さるんかい。あ、そうか。一応、トイメンに刺さる可能性もあったか。それは言うの忘れてたな。そうだね。トイメン、うん、そうだね。トイメンも押してるというか、普通に、押してたっけ。トイメンはリーチ後、リーチ入って、リーチ入って、トイメンはローマン現物、3万筋。うん。ちょっと明確に押してるか分かんないけど、まあ、トイメンの手配短いんで、ただまあ、そもそもあれか。トイメンはな、789の地位だもんね。俺が手配開けて、薬杯あんこかなって言って、それが当たってたから、数ピンが危険牌になってるけど、そもそもが数ピンがトイメンに危険牌って見れないから、そう考えると、ちょっとしゃあないか。トイメンが普通に食いたんで仕掛けてるって なると、いや、トイメンにも宝珠抽選受けてるよって言おうかと思ったんだけど、ちょっと今回はこの泣きなんで、いいか。はい、ただ少なくてもトイメンが普通の単用の仕掛けで、スーピンが普通に無筋だとしたら、それも含めてウーピンの方が良かったか。で、まあ、現に今回だってのはスーピン刺さってるしな。うん。トイメンの補充抽選をどれぐらい見るかっていうのは、ちょっと、トイメンの仕掛けによって変わってくるんで、まあ、今回はいいや。ちょっとこの仕掛けが変則なんでね。で、別に俺が言ったみたいにその薬杯暗号読み切れるわけじゃないんで。うん。はい。まあ、読み切ってるとしたら結構無筋としては濃いか。厄介暗号トイメンを読み切ってたら、ウーソーとかも出てるしね。マンズが結構見えてるから、うん。ピンズの両面はちょっと濃い感じではある。はい。まあいいでしょう。そんなことを考えて、もううまいんでね。自分で決めてくださいもん。この数ピンがぬるいかどうかは。はい。トンさん玉者、ちょ、ドラガラ、ローマン。うん。まあもう普通にこう、イーマン来て。今でなんだ18,800点。ラスに落ちた。ただ、ドラドラか。はい。まあ、普通に行くだけだね。数ピン切って。はい、シャンテン。うん。何も引かないな。うん。やめになった。泣く牌は、老僧泣きますか？泣きません。はい。ラスなんでね。はい。何も泣く牌ない。うん、テンパテリーチ、はい。うん、きつい試合だな、なんかな。リーチ一発積もられたんだ。はい。トンラス、なんちゃドラガチーマン。手配も良くないな、これ。しかも、下茶仕掛けられて。下茶仕掛けられても、これダメだな、こんな手は。ただ、二目できたか。うん、まあ、とりあえず E ピン切って、自敗切って、まっすぐ行こう。トンから切るんかよ。さすがに E ピンしか来たことない。一通ってこと？一通見えんのか、こんなとこから。うん。ちょっと俺はもう何も考えず E ピンしか来たことない。うん。でもこれはもう自分で考えてくれ、もこれも。うん。一通できる可能性と。ラス目って言われるとね、俺も絶対 E ピン来た方がいいとは言い切れないわ。単純にやっぱり、面前としては、E ピンはね、2、3とか引いて、一通じゃなくても使える。複合系で。で、かつ、トンは1枚切れ。で、ただまあ、マイナス要素としては、ドラも何もないから、
そもそもそんな目いっぱい行くのか。ただまあ一応ドラのチーマン使えば普通に両面できるし、そうなったら嬉しいとかもね。うん。まあ一応参考程度に、俺は一品着てます。トン引いた。何しとんこれ、うん。トンだけに何しとんっつってね。はい。まあ一応何しとん言ってあげますわ。一回ぐらいね。もしかしたらド M の方かもしれないんでね。はい。俺に多少はね、その言葉が聞きたいかもしれないんで。はい、向こうでは一品着てくる。いいですね。はい。まあ、トン引いたのは、俺はフォローできてるというだけで、もちろん別に、トン切りがぬるいと思ってるわけではない。所詮重なってポンしても安いしね。で、下茶が怖いんで、もうこれ、他に抜く範囲ないのか、別に。うん。さすがに自分いけないんで、もし下茶のね、現物になんか、なんでもいいけど、例えば数万とか、下茶の現物あったら、もう抜きますわ。うん、もう K でも見なくていいかな。下茶が手配4枚だから、もうトイメン神茶のリーチに対応して、もう完全ベタ折りする、ここで。だ今回も一応まあその方針で行くなら、今通ったパーソーがあるから、トイメンがウッパーソーリーチしてくる可能性あるんで、もうパーソーパーソーかな。もうとにかくこの瞬間から完全ベタ折りっていう意識で打ってきます。はい。で、まあ普通に初切った。E ピン引いた、E ピン切る。うん、一応組み立ててはいるんだけど、結局なんだよな。下ちゃんの手配4枚に対して自分が K 点も取れるかって言われてるね。うん。やっぱこの仕掛けも嫌なんで、普通に。って考えると、なんかもう俺は本当に完全撤退って意識だな。もちろんラスだからね、K 点取れたらいいんだけど、これがだからもう3列目とか入ってたら、まあ、K 点ね、一応取れなくはないよな。安牌も多いしね。で、トイメン、カミちゃんのリーチって言っても、まあ、順目深いし。ただ、この順目だとね、結構そんな感覚で売ってますね。シンプルにね。もちろん、メンツのレベルが低いから、ギリギリまで行って、K 点取るっていう発想も、いいんだけどね。まあ、そこら辺も難しいね。はい、下ちゃんに積もられていく。また、高い手積もられていく。はい、難入、親でドラが数層。うん。まあ、いい手なんで普通に行きましょうか。はい。9ピン、なんと切っていく。うん、いいね。はい。で、ここで単葉の範囲になって、まあ、チーソーは絶対仕掛ける。それぐらいか。他絶対仕掛けたい範囲は、そんなないか。うん。はい。そんな感じで、チーソーだけ絶対仕掛けていく。うん。なんもないなぁ。うん。うん。なんもない。はい。ここの順目になって、さらに仕掛ける牌は、まあ、2ピン、3ピン、ポンは一番しやすいかな。で、ドラも数層なんで、泣いても5%あるかもしれん。っていうと、2ピン、3ピンは泣くでいいんじゃないかな。ちょっとラスなんで、面前で行きたい気持ちもあるんだけど、ちょっとこの順目になっちゃうと泣いて、手もいいが、まあ、鉄泣きではないか。形良すぎるしな。うん、鉄泣きではない。三品出たらどうする？泣くか。やっぱうまいな。まあ、別に鉄泣きではないんだけど、やっぱりね、これ泣くっていうのはもううまいんだよな、完全にな。うん。下手では絶対泣けないもんな。ちょっと迷っちゃうというかさ。うん。うん、とにかくだから、この泣きが鉄泣きかどうかはさておき、少なくても、手配のことをちゃんと考えてないととっさ泣けないんで、形いいからね。とにかくこの人は、最近にしては、一番うまいんじゃないか。うん。まあ、ただ俺いつも言ってますけどね、配布検討別にうまい人持ってきてくれたらね、別に嬉しいとかないんで、全然下手な人気使わないでくださいね。まあ、確かにうまいとね、おう、うまいなとか俺が褒めるから、うん、下手な人からするとね、持ってきづらくなっちゃうかもしれないけど。まあ、それは過去の動画のね、初心者の配布検討とかいう動画でも十分言ってるんでね。皆さん分かってると思いますけど。別に上手い人だから僕がね、気持ちがいいとかそんなことはないので。はい。はい。3ピンチしたら、数枚1枚切れてるんだけど、ウーソー切りたいかな。うん。うん、うまいな。これもな、やっぱ数枚1枚切れてるんで数枚いっちゃう人も結構いるもんな。
ただやっぱりこれはラス目だし、あくまで数層狙いに行くかな。M リーガーみたいなメンツだったら、数ワンで良さそう。ああ、そもそもドラで上がるっていうのが結構きついから、そういうドラ出ないでしょっていうメンツは数万切るな。ただやっぱジャン玉でこういう玉の間のメンツだったら、もうマックスでやっぱりドラで上がるの見ていきたい。俺も嘘を切るわ。ことごとく一致するな。俺の配布ちゃうか、これ。違うか。はい。で、まあ、いいね。うん、テンパッと。もう全部押しますね。すべての牌を押していく。神茶に 50% 当たるっていう牌が分かるなら、そいつだけ止めるけど。はい。一応まあ、数万が4枚見えたからね。3万とか引いて、うわ、やべえって思わないよね。うん、それぐらいかな、注意点は。一見この川だけ見るとなんかサブローマすごい嫌だけどね。神茶が数万切った瞬間に数万が全部見えてるから、3万とかで降りないようにしてくださいみたいな感じか。うん。まあ、てか、マンズ自体か。マンズ自体すべて降りないようにしてください。積もっていく、ナイス。小さく積もっていく。はい。で、レンチャンか。今の上がり結構でかいな。もう下3人の争いになって、自分もラス回避になってるし。まあ、ラス回避マージャンちゃうけど。はい、じゃあ行きましょう。とりあえず9万切って考える。かなり本一意識。もう嘘切る。あ、これペンなんだ。この。これ嘘。うん。しかもラス回避マージャンでもないし、嘘を切って、普通に打点見るな。はい。トンポンして、あ、トンポンしたら嘘ね。うん。やっぱその意識はやっぱあるんだな。これトンポンしてもチュンって言われるとね、あれだけど。うん。やっぱりまあ、ちょっとの、切り順の話だな。本一はかなり意識していた。はい、嘘切った。まあ、赤馬か。急走と赤馬両方使えば、それはそれで高いな。で、横に突きもできる。まあ、一旦冷静にチュンで。うん、うまいな。なんもないな。うん。嫌になっちゃうね、ほんとね。うまい人はね。なんもないもん。いいピン暗換する、当然。いや、これはないな。トップ取りマージャンだろ、だって。うん、暗換しかないわ。自分もリアンシャンテン結構いいし。一箇所ぐらい見つけれてよかったわ。うん、明確に暗換しかない。うん。もうすでにね、7巡目とか8巡目で、誰かもテンパイ気配あったらいいけど。うん。トップ取りマージャンでこれ一品暗換しない弱すぎるわ。暗換しかない。もうだってウーマンとか急走とかひっついた瞬間にインシャンテンだもんね。しかも泣けるしね。別にチーソー引いたとかパーサー引いたとかでもね。まあシンドラ乗ったら、うん、しかも、9600とかになるしね。うん。9600にならんか。あ、なるか、ね。暗換して乗ったらね。うん。もろ乗りする可能性もあるし。はい。もう暗換しかない、これは。よかった、一箇所ぐらい見つけて。配布検討してる意味ないかなってなっちゃうもんね。なんもなかったらね。はい、何がクペーチャドラがいいまん。手配はなんかようわからんな。まあ、とりあえずは、急走、切って、ああ、一通見ていくか。はいはい、はい、確かに、パーソーチーソー引いた瞬間に一通見えるから、こっちから切ったと。はいはい、はい、そっちから切っていくのか。うん、そうだね。いいと思う。うん、端配ぐらいはね、ちょっとでも役見えたら、切っていくでいいね。はい。こうなるとちょっと一通が遠のいたが、そもそも連続系だから、三層とかパーソー引くとね、うん、単純に繋がるので、シャー切る。うん。うん、目いっぱい行くか。まあ、ここでイーソー切るもあるけどな、そんなイーソーいらないしな。まあ、ただまあ、下茶の親の現物、上茶もリアンソー早いから、イーソー通りそうで、そんな別に先切りたいって範囲ではないけど、ただ少なくとも全員に無筋とかだと言いそうでいいと思う。3層とか引いて1234の連続系生かしたところで結局単野を消えちゃうんで言いそう使ったらね。で、言いそうが全員無筋とか2人無筋とか感じだったら普通に、ここは先打ちで、先打ちになるんかこれ。Mリーガーのね、第5さんとかの。両面固定の先打ちとはだいぶ違うけど、124の1を先打ちって言ってるね。面白いね。
うん。もうイーソー切りたいかなって思う。今回は、まあ、イーソーの期限度どう見るかかな。まあ、今回ですらイーソーは俺は打つかな。そんな3層引いていてってなんない。イーソー切っちゃってね。ここでイーソー切って、次の順3層引いて、うわ、イーソー切らんけばよかったって、そんな思わんすね。うん。まあ、しゃあないかぐらいの。うん。だからまあ、単4もあるしね。まあ、一応そんな感じで。もちろん麻雀打ちながらなんでね。難しいからね。はい、よかった。リーチ入ったのがイーソー現物の人でよかったね。なんか3層引いてきたね。3層引いちゃうと連続系か。まあ、ただまあ、9層取ってないで、まあ、イーソーだね。結局ね。あ、9層行くんかい。いや、別にこれも1、2、3、4生かさないや、多分。イーソー引いたって、じゃあ全図でリャンピン切りますかって言われたらね、単4もないしね。どうせイーソー引いたってイーソー切るから。まあ、一応、うん。普通に、しもちゃんの現物のイーソーで。はい。イーソー切って、で、横移動。まあ、横移動嬉しいな。はい。厄介と一なんで普通に行きましょう。まあ、これはちょっとトップ取り麻雀でもトップ見えなくなったんで、2着を全力で見に行く。ルール説明の時に言ったけど、3着とラスはほとんど変わらないので、こういう点数になったら、ラス回避麻雀はとにかく、3着死守って感じだけど、トップ取りは2着を取りに行く。はい。E ピン切っていきましょう。トンから。俺 E ピン切るわ。親にトン泣いてもらったって嬉しいやん。うん。自分はあくまで、周りのメンツに比べたら、ジャン力が高いという想定だから、実際そうだし。だから、下茶にトン泣かれたら、むしろ、他の人振ってくれたら嬉しいなって。それこそ、カビ茶が振って飛んだら嬉しいし。みたいな感覚で、トン先切りたいっていうのはない。トン先切るんだったら、シャー先切るわ。まあ、そもそもEピン切りたいかな。はい、じゃあ行きましょう。嘘を引いてくる。うん。うん。あ、チーマン切ったんだ。うん、いいね。チーマンもいいね。まあ、シゴロイシャンテになってる。まあ、この人がシゴロイシャンテ見落としてるはずないんで、もう3万とかウーピンは泣くんって言おうとしたら、トイメリーチ入ってる。トイメリーチ入ってた。はい。初の現物切った。まあだから、こういうのがだから変わるんだな。ラスカイヒマージャンだとね、トイメに2000点で突っ込んでいって、マンガン振ったらアホだけど、うん、トップ取りマージャンなんで、3万ウーピンチーできたら、泣いて全通します。はい。3層引いた。まあただ、イーシャンテンからはなるべく補充はしたくない。当たり前だけどね。はい。まあとりあえず、何なんで回るでいいかな。うん、そうだね。神社リーチ入った。まあ、こうなったら完全ベタ折りで。え、何切って。他がだとあんまないのか。まあ、数ピンがあるか。何切って数ピン切ってって感じか。まあ、折りに関してはちょっと任せなさい。それはもう。うん。はい。数ピン刺さってる。数ピンあるかとか言って数ピン刺さっとるよ。うん。まあな。君も切ったし、俺も安全だって見てたから、うん、いいんじゃないと思ったら、まあ、チーソーのチャンスあるけど。うん。神茶が急走パースを離れ落とし。って言っても、ローソーが全部見えてるから、チーソーも大丈夫そうだが、まあ一応チーソー当たってるか見とくか。チーソー、神茶は、チートイか。うん。まあまあまあ。これはちょっと難しいな。神茶がチーソーのチートイ短期かもしんないしな。うん。神茶の現物、数ピン。で、トイメンにもまあ、通りそうな数ピン。そうだね。しゃあないと思います。数ピンはかなり安全なんで。事故だな。はい。もちろん、ノーチャンスのチーソー打つっていう人は、全然いいと思います。はい。で、なんかトイメンに振ってしまって、ラス前か。そうね。だからこれもまあ結構、2着見たいんだけど、ただまあ、ラスカイヒマージャンじゃないって言っても、3着角はもちろんするんで、この点数になっちゃうと、まあ、満貫一発必要な感じなんで、この手を無理くり満貫にしてまくるって、そこまではしなくていいかな。これあくまで2万3ピン、パーピン出たら、もう普通に1位して1000点取りに行くわ。で、たまたまオーラスで、高い手入ったら2着見える。って感覚かな。ちょっと面前にしたらきつい。単品系の手だったらね、無理くり面前でもいいんだけど、ちょっとこういう手は面前はきついんで。はい。
とか9万引いた。どうなる？まあ、イーシャンテンとかになっちゃうとめんどくさいけどね。イーマン引きか。あー、おもろいな。まあ、パーソーパーソー言ってもいいかもな。うん。他の牌が何打つって話だもんな。まあ、うん、ちょっとこれ消去法的にパーソーパーソーしかないわ。純ちゃんも見れるし。うん、3色のリャンシャンテンに構えるってのも悪くはないんだけど、79万とか79ピン来てんの。でもそれだと純ちゃんのリャンシャンテンなくなっちゃうんで、うん、やっぱりそうだな。うん、ちょっとパーソーしかないわ。ただ、瞬時に判断できるかは難しいよね。1、2、3にかなり意識いってるから、まあ、チーマン9万とかチーピン9ピンとか手かけちゃう可能性もあるけど、純ちゃんのリアンシャンテンやっぱあるんで、もうパーソーしかないですね。はい。イーマンか。うん。まあ、結局イーマン来ちゃうとね。うん。1、2、3とかの感じなんだけど、まあ、純ちゃんのね、リアンシャンテンあるんだよね、これね。パーピン、パー1、3ピン、パーピンでね。純ちゃんテンパイなんで。うん。まあ、消去法的にパーソーを切れるとよかったかな。まあ、ただ、ま、2巡目でこの形難しいよね。うん。パーソーあんこんのかい。まあ、パーソーあんこったら、チーマン9万、チーピン9ピン。特別ないか。下茶が9万、リャンマン切ってる。トイメンが9ピン切ってる。うん。まあ、なんか適当に何か理由こじつけて切ってください。まあ、例えば、親のアンパイの9ピン残して、チーマン9万切るとかな。適当な理由つけて適当に切ってください。うん、9万切った。あ、リアンマンチーか。そうですね。まあ、これもまあ、パーソワンコってちょっと面前いけるかなと思ったけど、リアンマン2枚目なんで、泣きますね。まあ、あとはもう、まっすぐ行くだけなんで。こっち切るか。チーソー巨匠受け。全員の無筋のチーピン先切る。うん。いいっすね。うん、いいと思います。うん、テンパっていく。うん、上がっていく。はい、オーラス。まあ、さっき言った感じになったけど。じゃ、マンツもあれば、トップ2着になるけど。うん。トップ取りマージャンとはいえ3着角ももちろん大切なので、無理くりやりすぎてもね、ラス率上がっちゃうんで。まあ、これはまあ、普通に行くかな。普通にまっすぐ行って、たまたま瞬間重なったらトップあるかなって感じで。とりあえず9万切る。あ、初から切るか。あ、まあ、全然いいんじゃないですか。どうだろうね。何も考えず9万切りたかったけど。うん。これは9万切るね。スーピン。チュンかパーピンは、パーピンで、うん。うん。チュンに紛れになっちゃったわ。はい、イースを切る。チュン。おお。そうだね。俺もチュン切るかな。うん。チュン重なってチートイもちょっと遠いしな。うん。いいんじゃないですか。俺もチュン切ります。はい、なんかシゴロとか見えてきたな。どうすんだろう。この人はな、スーピン切るか？E ピン切っても、数ピン切っても、まあ残る形同じような感じだけど。まあなんか一応守備的にというか、トイメンに数ピン切った瞬間に刺さるとかもまあなさそうだし、まあ下茶に食いたんで仕掛けられて嬉しいかどうかっていうとこなんだよな。嬉しいっちゃ嬉しいんだよな。3色リャンシャンデンなんだけど、結局これなんないから3色ね。リーチ3色とかメンピン3色になるとしたら、まずこのリャンカンでウーマンじゃなくて、あ、チーマンじゃなくてウーマン絶対入んなきゃいけない。サブローピン受けもね、3ピンじゃなくてローピン絶対引かなきゃいけない。サブロッソーも3層じゃなくてロー層絶対引かなきゃいけないんで、どうせならないんで、一応俺数ピンで。まあ、ただまあ、1ピン1ピン落としていく間に何か重なったりなんかごたごたして、タンヤオになって可能性あるんで、まあ、一般的には1ピン切る人のが多そうな感覚あるけど、うん。はい、そんな感じ。どっち切るかな。これ数ピン来たらびっくりすんな。うん。そこまで一致しても、まあ俺もこれ別に数ピンがいいって言ってるわけじゃないんで、俺はあくまで数ピン、下ちゃんに仕掛けられても別に悲しくない。数ピン切るんだけど、トイメンにも刺さってもいいし。うん。なんだけど、まあ大半の人は E ピン切るから、
ここで数ピン一致したらちょっと怖いな。マジでドッペルゲンガーかもしれん。俺と俺の、うん。はい、どっち切るでしょうか。いいピン。まあね、いいよ。全然。麻雀ツモによってどうなるかわかんないから。パーマン積もって、ね、タンヤオまでついて行く可能性あるんで。全然なんとも、まあ。ただまあ、それにしてはちょっと順目深いけどねって終わっちゃった。数ピン当たってる。当たってもいいけどねとか言ったけど、本当に当たってたね。まあもちろん、数ピンが当たるなんて思ってないですけどね、こんなとこから、ね。はい、そんな感じでした。はい、終わった。そうっすね、もう、普通にうまかったというしかないわ。うん。まあ、ここまでうまいとね、逆にあんまり参考にならないって思われたら嫌だけどね。うん。結局同じだったなつって、うん、自分の麻雀とはほぼ同じだったからってなっちゃったら悲しいけど、まあまた、うん、まあ難しい配布、ま、持ってきてくれたら嬉しいかな。もしかしたら今回の配布がね、言うほど難しい選択がない配布にたまたま当たった可能性あるんで、うん、まあまたもし俺でよければ見るし、ね、うん、はい、まあそんな感じかな。うん、まあ予想以上にうまかったな。うん、成績がもう良かったもんね。トップ率が何だったっけ。トップ率が 30.7%、 ラス率が 22% か。 30.7、22、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 
30.722。34.4 か。まあ、ちょっとね、普通の人には言わないけど、まあ、もうこれぐらい目指してくれ、もう。うん。だって本当にもうね、永久ミスとか何もないし、もうちょっとかなり高いレベルで、要求するわ。で、次からももう、持ってきてくれるとしたら、もう完全に俺ならこうするってのを教えようかな。うん。まあ別に今回は教えてないわけじゃないけどね。今回はそんななかったけど、うん。それがいいかもしんない。一応まあだからまあ俺と比較するとトップ率は 4% ぐらい低い、ラス率は 7% 高いのか。今の麻雀ってでもあれなんだ、そんな成績変わるんだ。まあもちろんね、この959試合でとかね、あの1855試合で正確な成績が現れてるかっていう話もあるんだけど、ただ少なくてもトップ率も俺のが 4% 高くて、ラス率は 7% も俺低いか。だからといってな、何を訂正しろっていうところはないからな。今回の配布踏まえた上でね、俺よりトップ率が 4% 低くなっちゃう理由はこうこうこうだから、こうしてください。ラス率が高くなっちゃう原因は、ねえ、ちょっと押しすぎだから、とかも、そうないんだよな。目指してくださいって言われたところで、じゃあ何したらいいかってなるよな。まあ、ただ何かしらはあるんじゃないかな。うん。あ、てか、よく待って。平均上がり打点同じだな。俺5503点。彼5506点。おもろいな、これ。リーチ率は？リーチ率もほぼ似てるか。20.26%、俺が。彼は 19.78%。ただ、風呂率高い俺と、平均打点がほぼ同じなんだ。まあまあでもちょっとあんまこんなんはどうでもいいか。うん。言うてもな、俺がもしかしたら100点ぐらい上振れてる、もしくは彼が100点、数百点下振れてるぐらいの話もあるんで、ちょっとこれによってね、うん。打点軽視しすぎじゃないかとか、そういう話でもないので、そうだな。やっぱこれ見てもね、だからどうしろって話なんだよな。まあでも本当に、また、配布があれば、持ってきてくれ。うん。こんだけうまかったらね、麻雀で買ってるやろ。な、麻雀で買って金増やしてるやろ。うん。
もううますぎるから、もう次からもう1000円ない、1回な、配布券と。うん。うますぎるわ。はい。って感じのオチで、オチでした。はい。そんじゃあね、終わりますか。はい。じゃあ、他の方もね、最近は結構まあ、初心者、中級者の件とも多かったですけど、今回はもうほんと何にも言うことないぐらいな人でしたね。はい。ていうか、俺ってこんなんだっけ？ハイフケントってこんなんだったっけ？もうちょっと、もうちょっとジャンタモの画面大きかったわ。これぐらいだっけ？俺。あ、こうしてたか？俺。ちょっとこう、ちっちゃかったな、今日な。いつもこれぐらいだったな。俺の顔がだからこんなに、ここら辺でいいの？こうか。あ、こうか、こうか。なんか いじっちゃったんか、俺が。さっきなんかこれこうやってガタ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 やってて、こうやってなんか、左寄せになっちゃったんだな。だからちょっと画面ちっちゃかった。ごめん。うん。はい、そんな感じでした。じゃあね、また僕でよければお手伝いしたいので。はい、何かあれば、持ってきてください。はい、では失礼します。お疲れ様でした。またお会いしましょう。